ルイ、これを見ろ。ルイだって面白い演出をこれでもかと盛り込んだだろう。ん？どうした？何やら元気がないが。ルイは自分が考えた演出に自信がないのか？ルイの演出は斬新でありながら王道、スターが出る最高のショーにふさわしいと他でもないこの俺が認めているんだからな。いや、おいルイ、 M を隠せ。お、ルイか。ちょうどいいところに来たな。話したいことがある。もうルイ。って、なんだその小さいプリンターみたいな機械は。やるじゃないかルイ。これをさっきの授業中に作ったのか。ああ、感謝するぞルイ。ルイ、お前、これじゃあ授業が受けられないだろうが。おいルイ、今度は何をやらかすつもりだ。どうなっているんだルイ、今爆発したぞ。な、何をやらせるんだルイ。ん？いや、役者も探しているぞ。できれば上白にも演出家としてだけでなく役者として出てもらいたいと思っている。あのなルイ、俺が欲しいのはロボットじゃない、ショーをやれる人間だ。ふん、やってみろ。いくらルイの作ったロボットとはいえ。ルイ、ネネ、それにエム、みな、俺には及ばんがよくついてきてくれたな。明日のショーは必ず素晴らしいショーにするぞ。待ってくれルイ、話したいことがあるんだ。ルイ、いるか。ルイに言うことを聞かせた。この一年できるな。おい、ルイはまだか。ルイはどんなアイディアも興味を持って形にしてくれるし、ネネの冷静さにはいつも助けられてる。他人事みたいな顔をするなルイ。だいたいエムやミクの行動に対してどうして俺だけが。ルイが言うとシャレに思えん。なんでルイのゾンビロボットがここに。ルイ、どうしてここに。ああ、ルイが言っていたイベントの。こんなことでまたルイが思い切れなくなったら。どうだルイ、これで思い切りやれるだろう。ああ、助かったぞカイト。ルイ、必ず学校中を、いや世界中を感動の渦に叩き込んでみせる。おお、やっと見つけたぞルイ。ルイも一緒に高野祭に行くぞ。観客は多ければ多い方がいい。おお、お前は確かルイの知り合い。それにトウヤたちと一緒に劇を最前列で見ていてくれたな。だがルイ、ネネの歌はどうなんだ。まだかなり悩んでいるようだが。もしかして壊れたんじゃないか。おいルイ、こいつのメンテナンスを。おいお前ら、もっと俺をいたわったらどうだ。そもそもルイ、俺はお前の作ったロボットが原因で。するんだが。おいルイはどうした。もう集合時間は過ぎてるぞ。お、やっと来たのかルイ。って、なぜ獅子舞ロボを持っているんだ。掃除道具を持ってくると聞いていたんだが。見ての通り、この獅子舞ロボで掃除をするんだ。いや、どこが見ての通りなんだ。それはこれから披露するよ。ではスイッチオン。